こんにちは、フレンチブルドッグココの飼い主です。今回また実家の母からたくさん仕送りをもらったのでご紹介しようと思います。こちらおからですね。ちょっと冷凍してたんで水滴ついてますけど、ココが食べても大丈夫ということでもらってます。で、こちらが母のお手製の漬物たちですね。キュウリ、ヒノナ、カブラとなっています。キュウリも好きなんですけども、ヒノナもカブラも私めちゃくちゃ好きなんで、お母さんありがとうね。で、パパの大好きなナスビの漬物、多分ナスビはね、今年これで最後かな。ちょっとまだね、漬かりが浅いようなので、そのままにして、ぬかのまま置いてあります。で、こっちは白菜もね、ちょっとね、量が多すぎて、これを全部消費してから食べようかなと思って、1週間ぐらいね、このまま冷蔵庫で持ってくれます。はい、で、こちらがですね、美味しい人参、美味しい卵、そして散歩で拾ったという銀杏、またこんなにたくさんもらってしまいました。そしてココへのおやつがまた届いています。これなんかね、ゆで豚の背骨らしいです。早速なんか昨日ね、茹でたらしいんで、早速揚げてみようかなと思います。風船は、よし、これちっちゃい時に食べたやつ。そう、あ、覚えてん。結構ガチガチ食べてる。骨砕いてる。本気で噛むときは右の方を使うな。そうかも。そうでもないか。右の方が多いと思う。でも子犬の時よりも食べるの上手になってる気がする。すごい、よかったね、今日すっごい顔しますね、君。これ何なの？豚肉、なんか背骨らしい。なんでこんなのお母さん持ってはんの？すごくない？大丈夫な豚な。そう、抗生物質とか入ってない。そんな豚、いいもん漏れたな。幸せな子。うちゃん、なんかね、食べてる時左手浮くの、なんでだ。左手浮いてる。あ、浮いてる。ピョーって浮くから、こうするから。確かに、浮いてんな。左手めっちゃ浮いてる。左手で取りたいんや。そうか、取りたいんや。ちょ、ここさん、ここさん一大事や。肉、僕の肉ー言うて。よし。鼻息って。どうした？ここいい。あ、食べたいね。もう食べたいの、だいぶ。かなり食べたよ。ちょっとここっちゃん、パパをしっかり掴んで。低くしてあげたら。しちゃんやけど。もしこの動画を楽しんでくれたら、チャンネル登録、高評価もよろしくお願いします。お母さん、ほんまに毎回美味しいのありがとう。ありがとうございます。ココも大満足でした。すっごいココも喜んでます。次回も楽しみにしてます。じゃあまた。